待ってたぞ。あの文読んでくれたんだ。俺は藤吉郎、お前の名は？ヒデか。よし、じゃあヒデの字な、呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ？来いよ。しかしすっげえな、あんなごついの。で、喋れないのはなんか訳が？あ、すまん。まあ、いろいろあるわね。